開運アンズちゃん、朝から遊んでます。ちゃんくん、そしてぷんちゃん、おはよう。ちゃんくんどうですか？ちょっと人だ。Okay. Anzu-chan.ちょっと遠い。まあ、ちょっとこっちへね。あら、うんですか。じゃあ顔立てよう。あ、落としちゃった。はい、ちょうだい。結構微妙な距離なんだよね。
かケージにみんな集まってきてるね。ジャン君、日が当たるからそこがいい感じなのかな。くつろげる場所作ってあげたいね。アンズちゃん、アンズちゃんはここのケージ使ってみてくれると嬉しいな。ジャン君の後ついてきたみたいだけど入らないね。そしてカオリンちゃん、ちょっと興味あったのにいいの？ジャン君気にならないの？夏物のベッドを、ちょっと涼しげなやつを2つ揃えました。これとこれです。このピンク色のがカオリンかな、そうですね、似合いそう、乙女だね。そしてこれがアンズちゃん。アンズちゃんはちょっと大人っぽいですね。かわいいよね。これもちょっとねデザインがかわいいっていう感じね。で大人っぽくてアンズちゃんにぴったり。2人とも女の子だけどピンクっぽくですね。ではどうぞ。これ暗いとこ出るのね。アンズちゃん。アンズちゃんによいしょ。これこれ夏物のベッドだよ。どうでしょうか。ほい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 。あ、カオリンも降りてきたよ。カオリンこっちおいで。これねわ。ちょっと警戒するね。そのうち慣れてください、うん、そしてこちらもね、はい、しゃー挨拶のシャーベットね、うん、これさ、これ大きいじゃん、うん、普通のサイズなの、うん、こっちの3色のやつはちょっとこの小さいバージョンだったんだけど、うん、まあいいでしょう。はい、はい、じゃあ後で使ってね。あ、じゃなくてケージに、うん、ちょっと入るかなと思って。それは大丈夫でしょう。ちょっと横に置けばいいか、うん、はい、カオリンちゃん、はい、カオリンおいで。
腹空いてるんだもんね。遊びどころじゃないね。はい。よいしょ。まだもうちょっとかかるっぽいよ。はい。もうちょっとだよ。はいはい、うん、はい、カオリンさん、はい、背中なで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 、はい、はい、はい、ポンちゃんよかったね、新しいベッド。はい、はいはい、もうすぐだから、はい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 、やっと来たね。はい、来たよ。はい、お待たせしちゃったのでトッピング付きですよ。どうぞ。あ、おいしいよ。ほら、あ、取れた取れた、ごめんね。おいしい、エビチュール、おいしい、おいしい、どうぞ、はい、お食べください。エビチュールからの